諸葛忠氏は中国三国時代の呉の将軍。王領二年春、孫権の命により、諸葛忠氏と英遠に武装兵一万を率いて、エビスス、タンスへ向かわせ、未知の地域の調査と現地人との講義を行うことが計画された。陸村と前僧が反対したが、孫権の命により計画は実行に移された。約一年後、 諸葛ただしと、エイオンは帰国したが、タンスへは遠すぎたため到達できず、兵の8割から9割を薬病で失っていた。成果は、エビススの現地民を数千人連れ帰っただけであった。諸葛ただしと、エイオンは、巫事のりに背いて目的が果たせなかったとして、二人とも、極にに繋がれ、中殺された。エビススは、陳明の、臨海水土遺物史に記述がある。 エビススは、臨海軍の東南二千林にある。土地に、霜や雪がなく、草木は死なない。四方は、山と谷である。人が皆、髪を剃り、耳たぶに穴を開けているが、女性は耳に穴を開けない。土地が肥沃で、もともと五穀が生えていて、また魚も多い。犬がいて、尾が短く、ノロの尾みたいである。この異民族のートとート目、こと、 嫁は一つの大きな寝床で眠り、ほとんどお互いを避けようとしない。土地に、銅鉄があるが、ただ先頭に置いて、鹿の角を矛として使い、マレー成績で矢尻を作る。生の魚肉を取り、大きな瓦木の中に塩を入れて混ぜて蓄え、一月と数日を経て、うまいごちそうと思い、むさぼり食う。タンスは、日本、種子島などの説がある。真の時代。 ジョフクは始皇帝に、不老長寿の薬を探すことを命ぜられた。ジョフクは同時、同女数千人を連れて、タンスにたどり着き、そのまま戻らなかった。その子孫が時折、会計軍に来て、飽きないをしたり、会計の人間が嵐に会い、タンスにたどり着くことがあったという。ありがとうございます。